第82回東京優秀ドゥラメンテ優勝第82回東京優秀は2015年5月31日に東京競馬場で施行された競馬の競争であるミルコデムーロ機場のドゥラメンテが優勝したレース前の予想ではサツキで直線で上がりサンハロン1位となる33.9秒の末足を披露し勝利したドゥラメンテが単勝オッズ1.9倍の一番人気 サツキ賞で2着など、デビューした、新馬戦、以来、2着以内を続ける、安定感と、ドゥラメンテを下して、共同通信杯を制している実績を残す、リアルスティールが3.8倍の2番人気。弥生賞を勝ち、サツキ賞で1番人気に押されながら6着に、敗退した6.3倍の3番人気里の、クラウンまでが、単勝オッズ1桁台の人気であった。その他、 同じ舞台の青葉賞を制した、レーブ・ミストラル、京都新聞杯を制した、里野ラーゼン、サツキ賞3着で、スプリングステークスの勝ち馬、北サンブラックが、上位人気に名を連ねた。第75回サツキ賞 GI 第22回、青葉賞 GI プリンシパルステークス OP 第63回、京都新聞杯 GI2015 年5月31日、 第2回東京競馬第12日目第10競争天気晴れ馬場状態量発送時刻15時40分スタートは大方揃ったがポルトドー遠い湯が出遅れたミューゼーエイリアンが花を奪いその後ろは外から北サンブラックコメートスピリッツミノルが先行集団を形成して2コーナーに向かった人気どころではドラメンテが中断8番手 後方から5番手にリアルスティールと里のクラウンが一致した。先頭のミュゼーーエリアンの1000メートル通過は58秒8のペースで進み、ミュゼーーエリアンが先頭のまま隊列が縦長で最後の直線に侵入した。北サンブラックが逃げるミュゼーーエリアンを捉え先頭に並びかけたが、サンバ進行方からドゥラメンテが里のラーゼンを連れて追い込み、 さらに外からリアルスティールと里のクラウンが追い込んだ。残り200メートルで追い込んだドゥラメンテが里のラーゼンとの合わせ馬を制し、先頭に立ち、スピードを持続したままゴールした。2着はドゥラメンテとの合わせ馬に屈した里のラーゼン、また3着は後方から追い込んだ里のクラウンが入った。主な勝ち倉は重賞競争、オープン競争、特別競争の勝利のみを、 主な成績は、重賞、オープン競争の2着、3着を表示する。ありがとうございます。